日報プレゼンツ、うまい森あおい森 GMU のふるさとナビパート2。山北村へやってきました。ここは地元の新鮮野菜や加工品がたくさん並んでいるマルシェ山北です。目の前に陸奥湾が広がっていて、潮風がとっても気持ちいいです。それでは名物の桃太郎トマトを使った料理で去年お伝えできなかったおすすめメニューを紹介します。おお。墨紙を取る堀川氏かわいいサイズ。ご対面。じゃじゃーん、マルシェバーガーかわいいね。トマトでっかい。うん、トマトがでっかい。こちらがよもぎ田のマルシェバーガーです。それではいただきます。中にトマトソースと生のトマトが入ってるんですが、トマトソースは酸味があってお肉との相性がバッチリです。そして生のトマトはとても甘いので、酸味と甘みどちらも楽しめるバーガーになってます。こちらは地元のトマトを使った野菜たっぷり具だくさんのナポリタンです。いただきます。少し酸味のあるよもぎ田トマトのソースがとっても美味しいです。具材にもトマトソースがよく絡んでいます。村で採れた新鮮なトマトと卵のオムライス、ボリュームたっぷりです。いただきます。トマトソースと卵の彩りがとても綺麗です。オムライスの中のご飯が白米になっているので、トマトソースの味がしっかりと際立ちます。卵もとってもふわふわです。柔らかいですよ、皮が。いただきます。やばっ、うまい甘い。野菜じゃないね、もうフルーツでーじかいただきます。ねえめっちゃ甘いです。トマトだと思って食べない方がいい。皆さんアイス溶けますよそうだね、遊んでた。デザートにはトマトソースのジェラートがおすすめですよ。イエイ。違う甘さじゃないですか、うん、そうね、トマトの味はするけどさ、うん、デザートちゃんとデザートになってる。不思議な味する。トマトだけどバニラ西村さん、今日はごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。見てください、トマトピューレです。3倍濃縮ですよ。私はドライトマト。こちら一袋にトマト3個分入ってるらしいです。トマトケチャップ、手作りの味、トマトケチャップ。桃太郎トマトの村、青森山北